先日、東京から気軽に行ける有名な観光地、箱根に1泊2日で旅行をしてきたので、その様子をシェアしたいと思います。列車が到着しました。これが今回乗るロマンスカーです。ロマンスカーとは、小田急電鉄が運行する特急列車及び特急車両の総称で、今回はこのロマンスカーに乗って新宿から箱根湯本まで行きます。ロマンスカーカフェで購入した鯛名軒のヒレカツサンド。ふんわりとした食パンに分厚いヒレカツが豪快にサンドされた一品です。さて、このロマンスカーに乗って新宿から箱根湯本までは約1時間30分で到着です。今回の旅を簡単に説明します。終点の箱根湯本に到着したら、そこからは箱根登山鉄道に乗り換えて山道を進んでいきます。日本で一番険しい道を走る鉄道です。その登山鉄道の終点、強羅からはさらに別の鉄道、ケーブルカーに乗り換えて早雲山の上へ登ります。そこからロープウェイに乗り換え山道を簡単に乗り越えていきます。到着した桃源台からは海賊船に乗り換え、芦ノ湖を縦断し、反対岸の箱根町港に到着。港からは箱根湯本の駅まで急行バスが出ているので、それに乗って箱根湯本へ戻ります。この一連のコースは箱根ゴールデンコースと呼ばれているそうです。さて、そうこうしているうちに終点箱根湯本に到着しました。このカラフルな可愛い列車、箱根登山鉄道に乗り換えて山道を進んでいきます。山あいを走る日本で有数の本格的な山岳鉄道を楽しめます。いやー、この列車本当にカラフルで可愛いですね。途中、小涌谷駅に降りて千筋の滝を見に行きます。公共の乗り物はすべて箱根フリーパスが使えます。すごい天気。この日は快晴でお散歩日和。紅葉も綺麗で秋を感じますね。すごいとこ入ってくる。さあ、千筋の滝の入り口に到着しました。ここからすぐに滝に着くのかなと思ったのですが、そこからはかなり険しい道が続きます。まるでハイキング。険しい道を進むと見えてきました千筋の滝。水が糸のように流れ落ちる小さな滝です。通常の滝とは異なり、横に広がっているのが特徴です。深い森の中にあるので、夏は涼スポットとしてもおすすめです。帰りも険しい道を進みます。石の階段のようなものはあるけど、ほぼ山道です。スニーカーで来てよかった。でも都会ではなかなか見れない光景を見れたので、リフレッシュできました。さて、そろそろお腹が空いたのでお昼ご飯、ネットで調べたお蕎麦屋さんに行きます。私はざるそば天ぷらセットにしました。美味しそう。いただきます。すごいコシがあって美味しい。片面派の私にぴったりのそば。天ぷらもサクサクで美味しかった。ごちそうさまでした。さて、続いては箱根ガラスの森美術館に来ました。この木綺麗じゃないですか。クリスタルガラス一つ一つが光に反射して七色に輝いてとても綺麗。
美術館内にベネチアングラス美術館という屋内美術館があったので入ってみます。さて、強羅駅に来ました。駅前にあった強羅饅頭を食べます。ここ入れてください。出来たてだ。はい、出来たてです。どうぞ。皮とあんこがしっとりしていて甘すぎなくて美味しい。そろそろホテルのチェックインの時間なので予約したホテルに向かいます。今回泊まるのは箱根小涌園天遊というホテルです。この日は満室でした。ロビーはこんな感じ。ロビーではいつでもコーヒーやハーブティーなどをいただけます。緑茶？足軽茶。部屋で少し休憩したら夕食の時間です。さあ、そして夕食の時間。こちらの夕食は和洋創作料理でした。まずはシャンパンで乾杯。お刺身です。演出がおしゃれ。味ももちろん。続いてこちらは海の幸と山の幸の鍋。魚、エビ、しいたけ、かぼちゃ、好きなものが詰まってます。そしてお肉料理、名前忘れちゃいましたがこれもかなり美味しかったです。最後はデザート、全部美味しくいただきました。夕食の後は待ちに待った露天風呂。撮影はできなかったんですが、こんな感じの露天風呂です。一つはインフィニティ露天風呂、もう一つは滝を眺めることができる露天風呂でした。大満足の大浴場でした。翌日の朝ごはんはこんな感じでした。黒い納豆は初めてでした。味は普通の納豆です。今日はケーブルカーに乗って早雲山へ向かいます。早雲山に到着後、ここからはロープウェイに乗ります。このロープウェイですが、通常はお客さんを1階に18人も乗せることができます。ただコロナウイルスの影響でなるべくお客さんを集めないようにと、今は12人に減らしているそうでした。私が乗った時には前のお客さん2グループと私たちで6人の乗車になりました。世界で一番多くのお客さんを運ぶロープウェイとしてギネスの世界記録に登録されているそうです。そして日本一のロープウェイでもあります。その運行の距離の長さが日本で一番長いのです。途中に2つの途中駅も挟んでいます。これもなかなか面白いですよね。早雲山を出発したロープウェイの次の停車は大涌谷です。
ロープウェイで一気に山を登っていると、だんだん硫黄の香りが漂ってきます。この先の大涌谷では火山ガスがたくさん出ています。そしてこの先のところ、ロープウェイがずっと登っていたところが急に下り坂に変わり、一瞬ふわっと浮くような感覚になります。ジェットコースターポイントと名前がついているようです。この山を越えると、ここから先がいよいよ大涌谷です。地獄のような美しい景色をご覧ください。ロープウェイの中には硫黄の香りがどんどん入ってきます。このすごい地形の上をロープウェイで飛び越す、こんな面白い体験はなかなかできないんじゃないかと思います。右手を見たら綺麗な富士山も見えましたよ。この大涌谷の駅から目の前に素晴らしい景色を楽しむことができます。黒卵食べます。お腹いっぱいだけどね。よいしょ。富士山見て、超綺麗。大涌谷の名物黒卵、温泉地でじっくり茹でることにより、殻に鉄分が付着して真っ黒なゆで卵が出来上がります。しかも温泉で茹でることにより、見た目が変わるだけではなく、旨味成分も 20% 増していることが科学的に実証されているそうです。1袋5個入り500円で、単品での販売はありません。それでは再びロープウェイに乗って進みます。次に向かうのは芦ノ湖です。先ほどの大涌谷が今回の旅の最高地点となっていて、ここから先のロープウェイは下りです。そして次の目的地、芦ノ湖に到着。ここから海賊船に乗って芦ノ湖を縦断します。海賊船に乗るなんてなかなか体験できないですよね。中もとっても面白かったですよ。金銀財宝のオブジェがあったり、火事があったり、海賊気分を味わえます。箱根町港に到着したら、まずは箱根駅伝ミュージアムに向かいます。中は撮影ができなかったんですが、日本で一番歴史が古い大会、箱根駅伝の歴史をテーマで区切って展示しているミュージアムでした。
その後はパン屋さん、ベーカリー&テーブルにて一休憩。大人気ですごい列ができていました。2階の芦ノ湖の景色を見ながらいただきます。目玉商品はこのゆで卵丸ごと米粉のカレーパン。サクサクで美味しかった。軽くお腹を満たした後は、芦ノ湖に生える朱色の鳥居、箱根神社の水中鳥居に行ってきました。写真を撮るのにかなり並んでいました。さあ、これで全てのスポットを回ったので、これから急行バスに乗って箱根湯本に戻ります。箱根湯本に戻り、お土産を物色。箱根湯本駅前、行列のできるかまぼこ屋さん、かごや清次郎。食べ歩きができるかまぼことして人気のお店です。かまぼこのラインナップも豊富です。美味しそう。チーズ1、あとは以上で。こちらで一番売れるという玉ねぎ棒を買いました。熱々のさつま揚げの中にある玉ねぎの食感がザクザクとしっかり感じられて美味しかったです。帰りもロマンスカーに乗って東京まで帰ります。いやー、箱根本当に楽しかったです。充実した2日間でした。日本に旅行に来られる際はぜひ箱根に遊びに行ってみてくださいね。ありがとうございました。